アルフェオンは韓国の自動車メーカー、韓国 GM がかつて販売していた高級車である。2010年の発売当時は会社が GM 大ウだったため、当稿の表題では GM 大ウ、アルフェオンとなっているが、後半はアルフェオンとだけ表されることが多かった。韓国国内では、キア K7 やルノーサムスに SM7 と同じ順応型車に分類される。 ベリタスの後継車種として2010年4月の富山、モーターショーにおいて初公開された。A をモチーフにしたエンブレムなどといった細部こそ違うものの、車自体は2009年に北米でデビューした2代目ビュイ・クラクロスのバッジエンジニアリングである。エクステリアとインテリアのデザインは GM の北米と中国部門が連携。車種とエンジンは欧州部門が担当という、 三つの地域にまたがって開発された GM の世界戦略者である。なお、韓国 GM に社名変更以降も同社のフラッグシップを強調する理由上、シボレーブランドを関することなく、ヒュンダイ・ジェネシス同様、CI エンブレムを一切装着しない手法を取り入れ、アルフェオンという一つのブランドとして販売されていた。ボディサイズは、 全長全幅全高イコール 5003X1858X1497mm で、ホイールベースは 2837mm とかなり大柄である。エンジンは3 0リットルと3 6リットルの V 型6気筒。指示を採用し、ラクロスに設定されている直列4気筒。 2.4リットルは用意されない予定だったが、市販時には3.6リットルは設定されず、3.0リットルと2.4リットルの2本立てとされた。2011年には、ハイブリッド仕様の E アシストも登場。システムとしては、駆動モーターの出力をベルトを介して、エンジンに伝達する方式を採用。2.4リットル、支持エンジンに17.6キロワットの電気モーターと、 高性能リチウムイオンバッテリーを組み合わせることで従来のエンジン性能に加え最高23.9馬力のモーターを搭載することで加速や途半での性能を2倍としている。なお E アシストは税制上の優遇を受けることができる。トランスミッションは E アシストも含めた全てのモデルに 6AT が組み合わせられる。根本的な最も重要なという意味の英語の アルファと英語の時間を意味する絵音を掛け合わせた造語で永遠の名誉と評判を受けるプレミアムセダンという意味を込めて命名。ありがとうございます。